分断 TV をご覧の皆様こんにちは講談社第六事業販売部の牧村と申します本日私が紹介したい本はですねこちらでございます井上康の星と祭り セイムセイムみなみな同じさなみなみ注ぎなビアヒマラヤで見た月の下白金のかけら生きてんのも死んでんのもみな一切合歳月光しだゆっくり話なんかできゃしない無事に帰れる故障もないただ生きるために祈りたいよ日本ヒマラヤ一本のやイヌク表裏目ビ薄スのは情感死が月間ネパール時代は変わる英語ループ日本ヒマラヤ いや一本の矢、犬く表裏目火薄のは、上官詩が月刊ネパール19712020、琵琶湖のほとり、たたずむ観音、あの子の思わ見つけてアンド、されどそれすらも自己満足気づけ、彼もみんなもセイムセイム。くしくも満月、春のおぼろ月を、敵の中に見出した私を共に踊ろう、もがりの終わり。 大体人間というやつは年齢をとるとロマンティックになるもんだバイアスしの上見仏とけと交信これぞシンパシーとどのつまりありがとうございました。